さんこんにちは、リサです。今日は最近の私のお気に入りをご紹介していきたいと思います。で、早速ちょっとね、もう 見えてないかな見えてるかもしれないんですが、まずね、最初こちらちょっとね、この瓶のを入れたんですが、昆布茶を過去の YouTube でもキットを買ってその様子を娘と作ってる様子をシェアさせていただいたんですけど、それがね、なんとうまくいったんですね。うまく発酵して、やりだした頃はちょっとね、まだ今より気温が結構低くて保たないといけない温度みたいなのがあったんですけど、やっぱそれをね下回っちゃうことが多くて、発酵がすごく遅くて、なんかダメだったかなとかやりだした時期がちょっとあれだったかなとか思ってたんですけど、その後かな、1週間後くらいから一気に気温が上がってくれて、そのね、温度も結構いい具合にずっと保つことができて、そっからはもうどんどん発酵が進んで、そう、出来上がったんです。で、大きい瓶で作ったものはもうあれが、種となって、それからさらにこう小分けを今して、これね、リンゴと金柑が少しお家にあったので、リンゴと金柑を入れて作りました。ね、お友達がもっと美味しいフレーバーとか教えてくれたんですけど、もうその時ね、お家にあったのはリンゴと金柑だったので、なんかとりあえずそのフレーバーをつけるっていうのも全然イメージがつかなかったので、そう、とりあえずね、やってみたんですけど、どうしたらね、やっぱすごく美味しくて、市販のしか飲んだことがなかったので、もうなんか感動です。感動、本当に。で、家族もすごく気に入ってくれていて、ね、これからもっともっといろんなフレーバーを増やしたいなと思っていて、これね、やっぱすごくおすすめです。海外在住の方は概要欄の方に貼っておきますので、気になる方よかったらぜひぜひぜひ試してみてください。昨日ね、お友達にもうちょっとこのフレーバーのものを、この同じものなんですけど、お裾分けしたらすぐ連絡くれて、もうすごい美味しかったって言ってくれて、買う、このキット買うって言って、なんかそう言ってくれたんですが、そう、すごく美味しいし、ご家庭によってぬか漬けと一緒で味がね変わってくるものだと思うので、ぜひお試しください。で、これはリンゴと、そう、ほら、見えないか、ここね、もうシュワシュワしてて、じゃあちょっと飲みますね。もうね、匂いがすごく良くて、もうね、匂いだけでも嗅いでられる。じゃあ、いただきます。うん、おー、シュワシュワってする。美味しい、すごい美味しいです。なんか昆布茶ってアルコールが含まれるのでっていう、結構情報とかもあるんですね。で、私も結構調べたんですけど、こういう発酵しているものに関しては別に昆布茶に限らず少量のアルコールは含まれているみたいなんですね。なので気になる方はお子さんとかあげるときはね、注意してあげた方がいいかなと思うんですけど、私が調べた感じではそんなになんか気にしなくてもいいかなとは思うんですが、その辺はご自身でよく調べていただいて、お子さんにあげる際とかは、あと妊娠中の方とかですね、はよくご自身で判断してから取り入れてみた方がいいかなとは思います。はい、じゃあ次、ちょっとね、この昆布茶は置いといて、ちょっとこぼすとあれだから怖いんだけど、次はじゃ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 ーん、インスタグラムの方でもね、シェアさせていただいたんですが、これはなんとお友達が作っているプロダクトなんです。なんとアメリカに届きました。ありがとう。もうね、開けてる瞬間をこうビデオ回して撮っとけばよかったんだけど、なんかでも開けたい気持ちがこんな先走っちゃって、もうなんかもう撮れなかったんですが、そうね、もうでも本当にね、どれもすごく良かったので今日絶対シェアしたいと思って、ちょっとね、今からシェアします。ね、これは概要欄とかにすべてリンクとか、お友達のインスタも貼っておくので、気になる方はね、ぜひそちらチェックしてください。で、一応ね、プロダクトの名前が Down to Earth by さやかって書いてあるんですけど、もうね、このね、お友達がね、ほんととにかくほんと大好きで、なんかもうほんと女神様って感じなんですよ。本当にリアル女神様。もう歌も上手で、こういうのもね、こんな作っちゃったり、本当にね、才能にあふれてて、もう一人のね、女性として本当に日々刺激を受けていて、すごくすごく大好きでね、もう本当に早く会いたいんです。
うん、そんなね、そう、さやっぴからこんなね素敵なギフトをいただいて、そうでね、これせっかくなのでシェアしたいんですが、こんなね手書きのねお手紙も入ってて、こういうところからもすごくね素敵なのが溢れてますよね。すごい大好きなんです。で、そう、今回はねこんなにいっぱい送ってくれて、まあちょっと端っこからじゃあご紹介していこうかな。でね、初めての方とかはね、中にね全部ちゃんとこのプロダクトはちょっと待ってくださいね、ちゃんとね詳細も書かれてて、何が入ってるとかこういう感じで、これもね手書きなんですよ。すごいよね、もう大好き、もう字も好き可愛いそう書いてあるから、安心してね皆さんお使いになれると思います。で、じゃあちょっとまずね代表的というか一番でもさやぴのオイルといったらこれなんですが、バギナオイルっていうんですね、これなんですが、ですね、まあこうやって聞くとあんまり馴染みがないかなと思うんですが、このね取扱説明書もねさやぴ入れてくれてるんですが、これはこの膣をマッサージするオイルになります。結構日本の方だとやっぱりそのデリケートゾーンの手入れってやっぱなんかまだあんまりスタンダードじゃないのかなっていう人も多いかなと思うんですね、もしくはちょっと抵抗があるとかかもしれないんですが、ね、やり方もしっかりこうやってね入れてくれているし、無理にねやるものでもないので、自分のペースでやっていただければいいと思うんですが、このプロダクトのね何がいいって使い心地がねなんかすごく優しくて、かつもうねこれね香りがすっごくいいんですよ。もうだからマッサージをはちょっとなんかやっぱ怖いし、なんかま慣れないしちょっとやだなって方でも、オイル、まあ、保湿みたいなイメージで使われるだけでも、もう全然変わってきます。すごくおすすめです。匂いもねやっぱこう優しくこうパーッとね、なんて言ったらいいんだろう、温かく広がってきて、なんか体にもそう温かくこうなんか染みてく感じっていうんですかね、があってもうすっごくねおすすめです。もうね大好き大好きなんです。だからね、まあ、無理なくぜひぜひ取り入れていくといいんじゃないかなって思います。このねステッカーもめちゃくちゃ可愛い。そうで、いっぱいあるんです。こういうですね、これもね私サソリ座なんですが、の私の星座を考えてブレンドしてくれて、もうねドンピシャなんです。この匂いがめちゃくちゃいいの。で、これの使い方はもうこういう感じでこめかみにやってもいいし、このね一番匂いが出るこういうとこにこうやってコロコロってやるだけでいいんです。もうねこの匂い大好きで今ねこんな4つもつけちゃったけど、普段はすごいケチってますちょっちょっちょってもったいないからねで、これがね一番すごいんです。ちょっと携帯でもね届いてすぐ撮ったので貼っておきますが、中にクリスタルが入ってるんです。これはねもう完全にスペシャルブレンドですね。もうさ、このクリスタル見てるだけでもう心はね現れます。すごくでね、匂いもすごく良くて、この匂い本当私すごい大好き、ね、これでねなんかこのクリスタルがすごく綺麗で、届いた日がすごくこっちが本当にね雲一つないっていうぐらいの晴天で、なんかこうやって太陽の光にねかざしてこのクリスタル見たらもうすごく綺麗で、ここにね貼っておきますか。そう、エネルギーがねもうビンビン届いて、本当にすごくすごく、あ、ここじゃ見えないか、もうねすごく嬉しいです。そうでね、これはねなんかね入れてくれたんだけど、ハーブで作られてる毛穴のマッサージするものなんですけど、これもねすごく良かったです。これもちょっとケチケチ使ってるんですけど、こうお花の黒ずみとか、まあ、別にお花以外でも例えばこう膝とかでもいいと思うんですけど、ちょっとこう黒ずみとか汚れが気になるところにこう優しくマッサージして、少し置いて流してみるとねもうツルツルになるし、ね、ほんとねここにも書いてあるんだけど、あれどこだっけな、ね、ナチュラルなもので全部できてるから、安心してね使えるし、ね、すごくおすすめです。優しくケアしたい、ナチュラルなものでケアしたい方はねすごくおすすめですよ。
で、これはね、最後シャインウォーターなんですが、シャインウォーターっていうだけ言う、シャインウォーターっていう名前なんですが、これフェイスミストですね。ちょっとね、中身何が入ってるかって、ちょっとね、どうなんだろう、シェアしていいのかちょっとまだサイプに聞いてないからよくわからないからちょっとあれしないんですが、本当にね、全部すごくナチュラルなものでできていて、まあね、これ大好きなの、この匂いも。で、そう、フェイスミストだからもちろんフェイスに使ってもいいんだけど、私はね、髪とかにも使ったり、寝る前にね、ちょっと枕にシュッてしたりとか、あと、そう、出かける前にちょっとこう香水代わりじゃないけど、こうシュッてやって、こうやってこうやってまとってやったりとかもしてます。すごくね、どれも優しい香りで、私すごい香水の匂いとか柔軟剤とかそういう匂いがすごく苦手で、昔から頭痛くなるんですけど、もうね、やっぱナチュラルなものは本当にね、嗅いでてこう精神が安定するというか、なんかそういうリラックス効果がやっぱすごく高いなってね、このサイプのプロダクトをいただいて改めて感じました。だからやっぱりあんまりそういう人工的なもの、強いものが苦手だけど、ちょっと匂い楽しみたいなとか、こう日々のね、こういうケアアイテム、なんかナチュラルなもの探してるっていう方いらっしゃったら、ぜひお試しください。全部ね、満月の日に、瞑想してからね、サイピ作ってるんで、それぐらい思いの強い、プロダクトで、開けた瞬間にね、そのエネルギーもね、こうやってふわってくるんですよ。おすすめなのでね、ちょっと日本在住の方メインになってはしまうんですが、もし気になる方いたらぜひお試しください。もう本当におすすめだし、まずプロダクトって以外でも、まずさやぴっていう女性もね、がとにかく魅力的なので、ぜひね、概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。で、ね、ちょっとこんな動画でもあれだけど、さやぴ本当にありがとう。もうね、毎日愛用してるよ、本当にありがとうね。そう、いつかね、このね、本当感謝の思いを直接お届けできる日が来ると私はね信じてるから、その日までお互い頑張ろうねありがとうさよぴー。で、次にご紹介するのはこちらです。じゃん、南部鉄器です。これね、ずっと欲しくって、もう何年もなるのかな。そう、ずっと検討してたんですけど、やっぱりこっちで買うので、こういろいろ種類もないし、やっぱ日本で買ってもまあ結構いいお値段がするんです、するプラスこっちで買うのでさらにエクストラがつくので、まあ結構悩んでたんですね。で、私が買ったサイズは本当多分結構ファミリー用なサイズなんですけど、サイズもいろいろあるし、サイズもある、デザインもいろいろある。で、私はね、買う時にもう一番の大事なポイントの、この中がコーティングされていないもの、だからもう本当に鉄ですね、中がこの辺のものっていうのがね、なかなかなくって、そう、だからタイミングをね、なかなか合わずずっと買えずじまいだったんですが、なんとたまたま目星をつけていたサイトでクリアランスになっていて、残りね2個だか3個とかだったんですけど、なんと買うことができました。もうね、勢いで買いました。あ、もう買おうと思って、だからなんかね、ご縁を感じましたね、すごくね。本当にね、これね、すごく気に入ってるのはデザインもね、シンプルで気に入ってるし、サイズも気に入ってる、もう本当お気に入りなんです。で、やっぱ南部鉄器っていうのは、この鉄でできているんですけど、まあ、文字通り昔の人はね、もうこれが主な調理器具だったと思うんですけど、やっぱ今ではね、なかなか見ないし ね使ってる方も多分ぐっと減ってしまってると思うんですが、これはね、日々お湯を沸かす時に、使うんですが、このね、私が買った中がコーティングされていないものを買うことによって、こうお茶を飲む際、お湯を沸かす際にナチュラルにそのこの鉄分がお水の方に溶け出して自然に取り入れることができるっていうので、すごくずっとずっと欲しくって、やっぱそれになんか、このなんかずっと使う、大事に使うものみたいなのがやっぱりなんかすごく私は好きで、そうなのでね、買いました。すごいお気に入りです。私毎朝白湯を飲んでるんですが、その時にね、これでまず朝起きて、これでお湯を沸かして白湯を入れて飲むっていう新たなルーティンができたんですけど、だからね、朝からすごくなんかもう
ちょっとしたことなんですけどね、すごく自分のモチベーションが上がるというか、自分で自分の危険を取るっていう感じなんですよね。そう、すごく気に入ってます。そう、あのいろいろね種類もあるし、まあ、日本だったらね多分もっともっと種類もあるし、いろんなものがねあると思うんですけど、まあ、海外在住だとなかなか手に入りにくいものだと思うので、私がこれを買ったサイトを概要欄の方に添付しておきますので、もし海外在住の方で気になる方いらっしゃったら、ぜひそちらチェックしてみてください。すごくすごくおすすめです。はい、ではこんな感じで今日は最近の私のお気に入りをご紹介させていただきました。どれも本当に気に入っていて、もう毎日のね私のなんだろう気分を上げてくれる子たちなので、あのこうやってね皆さんにご紹介できて今もすごく嬉しいです。今年ももう気づけば4月に入って新生活始められた方たくさんいらっしゃると思います。私もやっとカリフォルニア、私が住んでいるところなんですが、学校もオープンして、あの短い時間は短縮されてるんですが、もう来週から週4日始まったりして、なんかね、今まですごくゆったりした毎日を過ごしていたんですが、なんかまた日常に戻ってきたというんですかね、なんかそんな感じで日々なんか時間に追われる感じで、まだ私自身もちょっと慣れてはいないんですが、まあ、そんな変化がいろいろ皆さんある時だからこそ、こう自分お気に入りを見つけて、ちょっとこう自分をご機嫌を取ってあげる、自分を高めるアイテムがあるとよりなんかいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあこんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。あとちょっとお知らせなんですが、4月からやっと日本のお料理教室も、始まります。はい、もうこれが上がってる時は始まってますになるかなです。概要欄の方にも詳細貼ってありますし、インスタグラムの方でもあのチェックできますので、ぜひぜひあの興味のある方、あの気軽に本当ご参加いただければいいなと思います。海外在住の方も、毎週カリフォルニア時間で土曜日の午前中に毎週やっておりますので、お時間あります方、ぜひぜひお気軽にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは長くなりましたが、また次のビデオで、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。